はい、こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のですね、ランチは、一応北区東区の間付近でですね、このまま信号通過、その後次で右方向、ここ今創生川を、通り越す、形になります。それでまたネットでですね、検索しました。美味しい食べ物屋さんはここは多いです。まあ、どちらかというと、車屋さん関係が多いですね。東一丁目通りですね。東区の一丁目通りは車屋街道と言われるぐらい、車屋さんのディーラー、まあ当然国内外資含め多いです。で、まあ車検センターもありますんで、まあそういった関係で、多いのかなっていう感じはします。で、まあそういった方々が多いというせいか、結構ボリュームのあるような食べ物屋さんが多いというのも特徴かなと思っております。なのでまあ安くてがっつり食べれるっていうのが、大体この北区東区の間の通り沿いにある食べ物の屋さんのまあパターン、多いなんちゅうかな、系統って言った方がいいでしょうかね。左方向、まあそんな感じです。で、今回、行こうという思ったのがですね、このまま信号通過、その後次で右方向、ちょっと見えてますが、幸せ食堂大学村と書いてます。大学村って言ってるか、何かの大学の施設かなと思いきや、ただ単に、違うとある施設の、中にある食堂っていうような、感じになっております。まあ、ここ東区もですね、結構激戦区にはなります。ここ三河広報公園近くにあるんですけれど、まあ、サラリーマンの休憩場所と言っちゃ怒られるかもしれませんが、まあ、そういったところ、まあ、駐車場に行くと結構泊まっている方が多いです。まあ、そういった部分で結構お腹を満たしてくれる、かつ安くっていうところでは、まあ、この辺が多いんですけど、今回ちょっと調べてみて、初めて行ってみようかなと思いました。で、これを見る限りではなんか弁当屋さんかなという形になります。もう一応現地に着きましたんで、今見えてる、左手じゃなかった右手奥ですね、の、角の、ね、建物、施設になります。で、そこを今度、左手に曲がって、現地に、着きました。で、現場は、こんな感じの建物です。で、まあ、閑静な住宅街というところですね。まあ、お弁当という上りもあります。んで、ここ階段登って、入っていきますと、まあ、お客さん何人か出てきましたね、今。まあ、何を食べたのかはわかりませんけど。んで、ここですね、まあ、インフォメーションがあって、幸福と書いて幸せ食堂と書いてますね。ボリューム満点の定食から何でもあるみたい。それで、まあ、ここに券売機があったんで、まあ、券売機ですね。何を選ぼうかなと思いました。まあ、時期がハロウィンなんで、ハロウィンの、飾りはしてますが、まあ、普段は多分普通何もないとは思います。で、なんか今月カキフライ、ということで、ありますね。で、おすすめとか、まあ、定食、結構あります。特製弁当もありつつ、何しようかなと思ったんですが、まあ、もうここに来る前からもう決めてました。何を食べようか。もう、私はもう、定食屋さん来たら初めて食べるのは、カツカレーにこだわってます。まあ、なぜかというと、まあ、大体どこでもあるというのもあるんですが、まあ、ある意味どこでもあるからこそ、味のクオリティとかですね、作り方性、または、まあ、時間とか含めて、なんて言うんでしょうかね、まあ、差が、出てくるところ、例えばルーの味だったり、あとはカツの大きさ、また硬さとかですね、そういったのは店のそれぞれバラバラです。で、その中でやはり同じメニューですねっていう部分で言ったら、やっぱりカツカレーは大体定番と言ったら定番ですね。どこでもあるんで、
まあ、それであえて、始めていったところはもうカツカレー一択。なかったらまた違うの選びますけど、まあ、大体カツ丼があったり、カレーがあったりすると、カツカレーは多いんで、まあそれをチョイスして、まあ、どこが美味しいかなっていうのをいつも探しております。まあ、ここなんか次亜塩素のなんかスプレーがあったりとかしてたんで、電解水スプレーボトルとかってありました。まあ汚れは取りやすいというところなんでしょうか。あとはこういったコロナ関係とかですね、まあそういったのもあります。まあ一応こう定食屋さんなんですけど、まあこういったのも宣伝してるんでしょうね。まあ水ウォータービジネスっていうところで、まあ水にをかまあ水ね、まあいいや。まあこれ幸せのスタンプカードということで、今回初めて会ったんですが、声かけてくれてもらいました。でここにあと手指消毒ということでありましたんで、まあ店の雰囲気はざっとこんな感じになります。まあお客さんも、結構いらっしゃいますね。で加湿器がすぐ隣にあったんでありがたかったです。Wi-Fi もあります。で、まあ、Wi-Fi は Wi-Fi であるんですけど、まあ、早速、スプレー使ってですね、やってみました。まあ、まあ、いろいろと、取れそうなんですけど、ここにまた多めにスプレーって書いてあったんで、まあ、多めということであれば、もう一回ですね。何回やるのよって、なりますけど、たくさん使って構わないって書いてあったもんですから、早速使わさせていただきました。まあ、綺麗になったことかはわかりませんけど。で、かれこれ待つこと、7、8分ぐらいでしょうか。届きました。あって、ここご飯ですね、大盛り無料でした。多分弁当はお金かかるんでしょうけど、50円で書いてあったんですが、定食だと、おかわりしますか、あ、これ、大盛りしますかって言われて、OK って言ったらこんな感じです。で、ご飯とかですね、結構、多い感じはしました。まあ、ルーも多いんで、これはなんか結構食べ応えがあるような、感じですね。まあ、単価は、普通の、お役所定食屋さんよりは高めには設定されてるはいるものの、まあ、概に高いというわけでなく、まあ、普通の値段でしょうね。価格的には。なので、そういった部分では、普通の値段ということであれば、普通のカツカレーであれば、まあ、最低でも合格という形になります。まあ、サラダはですね、意外と多いかったです。まあ、ドレッシングがちょい足りないかなって思ったぐらい、ドレッシングに対するサラダの割合が、ちょっと、サラダが多めというような感じです。まあ本来ドレッシングはですね、あんまりかけない方が体にはいいみたいなんで、そういうところでは健康志向ということも兼ねてるんでしょうか。で、勝手なこと言っていますが、多分関係ないと思いますが。で、まあこんな感じでいただきました。で、まあカツですから、まあカツがですね、どんだけ熱いかということで、見ましたが、ちょっと厚めですね。まあ、すごく厚いっていうわけではないんですが、この定食であれば、まあ、このぐらいの厚さがちょうどいいのかなっていう感じはします。まあ、カツはね、厚いに越したことはないんですが、まあ、その分費用はかさむで、かさむということで、各、お店屋さん、というか定食屋さんもですね、その部分は試行錯誤されてると思います。だからこそ、あえてこれを食べてるっていうのがあるんで、まあ、肉の太さが、なんちでしょうかね。大きかったり小さかったりすると、まあ店の姿勢というか、まあ販売の姿勢というのは見えてくるんで、まあこの定番、ド定番というところをつくことで、まあ店の姿勢がわかるというなら、あえてこれにしてるっていうのもあります。で、これが美味しかったら、じゃあもう一回来てみようっていう形で違うものを食べるようなイメージです。なので、まあおすすめの定食だったり、日替わり定食というのは、初めて行ったところでは極力食べないようにはしてます。まあ、それはちょっと、そこでね、日替わりで、美味しいとか、あ、もう美味しくないとかですね、いい店とか、悪い店っていうのをジャッジするのも変なのかなと思いますんで、まあ、あえて、そういった部分では、
合わせております。もう1個しか入ってませんが、すごくコツって多かったです。で、ルーは基本的にルーだけで、芋とか他の人参とか、そういった、デザートじゃない、ごめんなさい、野菜関係ですね。野菜関係は入っていません。多分まあ、その方がルーの、保存期間って言いましょうか。そういったのが、ある一定の長い時間取れるからなのかもしれません。で、カツですね。カツを、つまみました。まあ、この結構このプルプルプルっていう感じはしてます。で、柔らかいです。なので、歯ごたえと言いましょうか。まあ、歯がない方でも食べれるような、柔らかさにしてるような感じです。まあ、一応、ここ、老人ホームみたいな、なんか、施設なん、みたいなんで、まあ、そういった方々も食べれるような、設定にしてるのかなと思います。で、食堂については基本的には一般開放してて、まあ、外からでも、普通に入れます。見てください。このご飯のですね、ごつさ、高さ。まあ、横から見てるから、ちょっと、なんて言うんでしょうかね、量が見えないかもしれませんけど、意外と多いですよ。量もなかなかありますんで、カツの枚数とルーの量、それとご飯の量ですね。この絶妙なバランスを取りながら食べる面白さ。っていうのもやっぱりカツカレーならではですね。まあ、ただ単に上から順番に食べていけばいいっていうものじゃないんで、やはりその、バランスですね。バランスが、すごく大事かなと、勝手に思っております。はい、カツカレー完食です。美味しかったです。で、ちょっとですね、そこに、なんか、水戸龍石がやってきたということで、まあ、なんか、馴染みあるんでしょうか。ここ、セルフのお茶ですね。お茶と、冷たいお水が、置いてあるスペースになりますが、まあ、ポットの中にお茶が入ったんで、お茶を、いただきました。で、こう見てるとですね、店員さんが声をかけてきて、まあ、いろんな話をしてくれました。で、まあ、その中でこれですね、11月の、恩の日替わり手作りランチ弁当ということです。まあ、前の日にファックスかなんかいただくと宅配してくれるということで、まあ、東区エリア、全域ですね、には配達してくれます。結構もうすでに70社ぐらいのですね、お客さんがいるみたいなんで、まあ、東区に住まわれている方、もしくは北区、東区より側の方、北三十条、まあ、24条付近でもそうなんですけど、ぜひ、一度、行ってみてはいかがでしょうか。まあでもファックスなんで、まああくまでも個人向けでしょうかね。まあ家でファックスは持ってる人は今はちょっとまだいるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあうちは、撤収っていうか撤去しました。なので、まあメールとか、そういったところの方がなんかまだ、必要性というか現実味があるのかなと思います。で、説明受けまして、外に出ました。で、こんな感じになります。やっぱりなんかの施設みたいですね。結構カツカレーはですね、量が多かったんで、まあ、幸せ食堂っていう名に恥じないと言いましょうか、まあ、その名の通りの食べた後は幸せになった気分になります。ほんで、外を出て、またお昼の仕事に行きたいと思います。で、これがその時いただいた、チラシになります。で、ここに書いて、ファックスを送る形になります。で、まあ、いずれにしても、また、行きたいと思います。今度は、日替わり定食でも食べてみようかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、また、新しいレビューありましたらアップロードしますので、いいね、または、チャンネル登録お願いいたします。それでは、また。